はい、今日はですね、日吉さん、洋食屋さんです。和風洋食日吉さん、こちらもですね、小さい頃から僕が利用している、お店です。未だに相変わらず美味しいです。では今日も行ってみましょう。はじめで、創業51年ずっと続く、日吉さんの磯揚げですね。これまあ小さい頃からずっと食べさせてもらって、これはヒレカツでございますね。はい、ではいただいちゃいましょう。はい、この たっぷりのね、デミグラスソースをつけていただきます。うん、うまい。小さいね、僕は多分小学校6年生ぐらいから来てるお店なんですけどね。ヒレカツです。うまそうだこれ。何一つ変わってないこの味がね、すごい、ジューシーで、はい、そしたら次は磯揚げ、鶏の胸肉、もも肉ね。はい、もも肉に三重県の海苔、このね、なんというかね、このまあ何も昔と変わらないこういう味が素晴らしいですね。通常はね、もちろんね、こんなにね、一人では食べないですけど、今日はここの、ヒレカツね、豚ヒレカツと、磯揚げは必ず僕は食べるので、これは絶対紹介しようと思って、オーダーしました。はい、ほぼほぼ、昔から変わらないメニュー。懐かしいですね。これを実はですね、僕は野球をやりながらですね、野球をやってる時によく食べてましたね。実はその同級生のオーナーの小栗さんです。小栗君同級生、一緒に野球をやっておりましたね。はい、というところでね、非常に美味しいヒレカツと、磯揚げ、ですね。残念ながら昔懐かしいオムライスはなくなってしまいましたが、ヒレカツ、エビフライもありますね。あとはあれですね、やっぱ陶板焼きじゃないですか。陶板焼きね、こうやってすごい飛騨牛を使った、こういったお肉もございますのでね、ぜひともいらしてくださいね。はい、今日はですね、うどんで有名な砂羽さん、たくさんの方ご存知だと思いますが、創業45年ですね、うどんの老舗でございます。行ってきます。はい、ではいただきますね。これちょっとわさびをね、まあ、僕結構わさび好きなんでたくさんで、卵も混ぜて
混ぜ混ぜします。これしっかり混ぜないとねダメですね。しっかりめに混ぜて、夏になるとですね、この梅ころ、こればっかり僕食べるんですけどね、さっぱりして、これもおすすめです。はい、この天ころね、よく食べます、本当に。うん、このね、この歯ごたえと、このあと濃厚なこのね、うどんのスープっていうかね、まあ、コロなんでね、あんまりこうスープがあるわけじゃないんですけど、さっぱりしながらもちゃんとしたコクがあってですね、味の濃いめの人にはおすすめですね。いつもの味ですね。多治見店からね、徒歩で3分ぐらいです。ここもね、結構昔から僕が来てる店なんですけど、特に夏場はこの冷たい頃が美味しいんでね、ぜひ今の時期、来てもらってもいいかなと思いますね。でね、最近ではね、このランチセットっていうのがあって、11時から2時までにこの小さいって言ったらそんなに小さくないけど、この天丼がついてプラス400円でございます。はい、この砂波さんはですね、ここ砂波さんですね。ここからまっすぐこう行くと、実はモシェシバタでございます。いつもね、この暑い時期にはね、この砂波の天ころを食べによく来てますんでね、皆さんぜひとも、食べに来てください。ではまた。はい、竹ぐるでございます。今日はですね、松竹飯店中華料理ですね、高校の時にですね、高校ぐらいの時ですかね、よく来ましたね。ここは本当にあのがっつり中華、味は、やっぱりね、日本の中華っぽくてね、僕は大好きですね。小さい頃から家族でお世話になっているところです。じゃあ行ってみます。はい、はい、じゃあね、この餃子、懐かしい餃子です。これね、身がというかね、具がね、しっかり入ってね、すごい、食べた感が、やっぱりね、具がしっかり入ってるっていうのがね、うまい、これが、うん、はい、じゃあね、僕の大好きな食べ物何ですか言われたらすぐにね、唐揚げって出てきますよね。ここの唐揚げもね、すごい。これね、この若い子にはもってこいのこうサイズ感とね、この味が、大味でいいです。うん、僕にとってはね、すごいね、こう懐かしいっていう感じで、なんていうの、この味がしっかりしててね、ジューシーで、これね、持ち帰りもできますからね。うまい、うまい。はい、でね、定番のラーメンですよ。中華そばだね、これ。中華そばね、鶏ガラのね、醤油、うん、あっさりしてて、この麺がね、この卵麺がね、うまいんですよ、これ。こうあっさりしている中にも奥行きがある、この麺がうまい。このね、懐かしいっていうこの味がね、いいね。うん、はい、チャーシューもね、おいしい。香りがいいね。で、このチャーシューを使ったこのチャーハンね、これも懐かしいね。なんかもね、ごめんなさいね、懐かしいばっかり言ってごめんなさいね。でもね、懐かしくて今のこの年になっても
この食べたくなる味っていうのはすごいと思うんだよね、うん、この卵チャーハンと、はい、でね、次はね、今度はね肉団子、これもうまいんですよ、これ、うん、これはい、じゃあね、肉団子いきますね。はい、じゃあね、肉団子、この甘酢がしっかりかな、うん、この肉々しい感じがね、がたまらんんですよ、これは。うまい、これはご飯何杯でも食べるわ。はい、ではね、次はね、ごまラーメンです。ごまラーメン、ちょっとね、少しあっさり系のごまラーメンはい、じゃあね、次はごまラーメンです。これね、ちょっとあっさり系のごまラーメンです。うん、これね、本当になんかね、あっさりとしたこのごまラーメン、ごまのスープがね、この鶏ガラのスープが、この麺がね、やっぱ僕は大好きなんですね、これ。これはね、すごいね、女性にぴったりです、女性に。このね、しつこくないスープが、女性にはいいかな。まあ男性でももちろんね、ちょっとあっさりめの感じでね、うん、外さない味だな、これは。やっぱりもうね、安定感バッチリです。やっぱりね、まあ、ガキンチョの頃をね、高校生の頃とか思い出しますね。懐かしい味で、ね、今でも食べたくなるっていう味っていうのは、こういうのがね、初めにはね、多いんですよ。今回もね、今回は中華料理でしたけど、いろんなものが初めには美味しいものが点在してます。まだまだね、これからもね、時間のある限り、たじみの美味しいグルメを紹介していきますので、ぜひともたじみのシェシバタ来た時にね、寄ってくださいね。はい、ではまた、たじみグルメね、竹グルを、また次回も楽しみにしててください。ではね、またチャオチャオ。